キノコ会議、夢の旧作。ハツタケ、マツタケ、シイタケ、キクラゲ、シロタケ、ガンタケ、ヌメリタケ、シモフリタケ、シシタケ、ネズミタケ、カワハギタケ、米小炉、麦小炉などいうキノコ連中が、ある夜集まって談話会を始めました。一番初めに、ハツタケが立ち上がって、挨拶をしました。皆さん、この頃はだんだん寒くなりましたので、そろそろ私どもは土の中へ引き込まねばならぬようになりました。今夜はお別れの宴会ですから、皆さんは何でも思う存分に演説をしてください。私が書いて新聞に出しますから。みんながパチパチと手を叩くと、お次に椎茸が立ち上がりました。皆さん、私は椎茸というものです。この頃人間は私を大変に重宝がって、わざわざ木を腐らして私どもの畑を作ってくれますから、私どもはだんだん大きな立派な子孫が増えていくばかりです。今にどんなキノコでも人間が畑を作ってくれるようになってもらいたいと思います。みんなは大賛成で手を叩きました。その次に松茸がえへんと咳払いをして演説をしました。皆さん、私どもの務めは第一に傘を広げて種をまき散らして子孫を増やすこと、その次は人間に食べられることですが、人間はなぜだか私どもがまだ傘を開かないうちを喜んで持って行ってしまいます。そのくせ椎茸さんのような畑も作ってくれません。こんな風だと今に私どもは種をまくことができず、子孫を根絶やしにされねばなりません。人間はなぜこの理屈がわからないかと思うと残念でたまりません。と、涙を流して申しますと、みんなも口々に、そうだそうだと同情をしました。するとこの時、みんなの後ろからケラケラと笑うものがあります。見るとそれは、ハエトリタケ、ベニタケ、ワラジタケ、マングソタケ、キツネのひともし、キツネの茶袋などいう毒キノコの連中でした。その大勢の毒キノコの中でも一番大きいハエトリタケは大勢の真ん中に立ち上がって、お前たちはみんなバカだ。世の中の役に立つからそんなに取られてしまうのだ。役にさえ立たなければいじめられはしないのだ。自分の仲間だけ繁盛すればそれでいいではないか。俺たちを見ろ。役に立つどころではなく世間の毒になるのだ。ハエでも何でも片っ端から殺してしまう。偉いキノコは人間さえも毎年毎年殺しているくらいだ。だから少しも世の中のご厄介にならずに繁盛してゆくのだ。お前たちも早く人間の毒になるように勉強しろ。と大声でわめき立てました。これを聞いた他の連中はみんな理屈に負けて、なるほど、毒にさえなれば怖いことはないと思うものさえありました。そのうちに夜が明けてキノコ狩りの人が来たようですから、みんなは本当に毒キノコの言う通り毒があるがよいかないがよいか試験してみることにして別れました。キノコ狩りに来たのはどこかのお父さんとお母さんと姉さんと坊ちゃんでしたが、ここへ来るとみんな大喜びで、もはやこんなにキノコはあるまいと思っていたが、いろいろのキノコが随分たくさんある。あれ、お前のようにむやみに取ってはダメよ。壊さないように大切に取らなくては。小さなキノコは残しておきよ、かわいそうだから。いやあ、そこにも、ほらここにも、と大変な騒ぎです。そのうちにお父さんは気がついて、おいおい、みんな気をつけろ。ここに毒キノコが固まって生えているぞ。よく覚えておけ。こんなのはみんな毒キノコだ。取って食べたら死んでしまうぞ。とおっしゃいました。キノコどもは、なるほど、毒キノコは偉いものだと思いました。毒キノコも、それ見ろ。と威張っておりました。ところが、あらかたキノコを取ってしまって、お父さんが、さあ行こう。と言われますと、姉さんと坊ちゃんが立ち止まって、
まあ、毒キノコはみんな憎らしい格好をしていることね。うん、僕が征伐してやろう。といううちに、片っ端から毒キノコどもは、大きいのも小さいのも、根元までこっぱみじんに踏みつぶされてしまいました。